お腹を引っ込めたい人は10回だけやってください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回はですね、たったの10回でお腹をしっかりね、引っ込めることができる、バタフライデッドバグというのを紹介します。たったの10回なんですけども、呼吸をですね、しっかり息を吐き終えて1回という感じになります。なので、実質10呼吸という感じになります。で、まずそれをする際にですね、意識すべきことがあるので、まず説明します。はい、まずですね、寝た状態で、足を気をつけです。で、足を浮かせるんですけども、腰が浮かないように、表面のね、お腹を使わないように、足を浮かして腰をつけて、お腹を引っ込める感じです。できるだけお腹が硬くならないように意識をしてください。お腹の表面がですね、硬くなってしまうと、お腹を引っ込める腹横筋ではなく、お腹のね、ラインを見せる腹直筋をね、鍛えてしまいますんで、お腹をしっかりね、引っ込める意識をして、腰をつける。足を浮かせて、上半身を少しだけ持ち上げて。手を万歳したら、息を吐きながら気をつけ。息を吸って、吐きながら気をつけに持っていきます。わー！これをですね、一緒に今から10回ほどやっていきましょう。ポイントは腰が浮かないこと。お腹の力を入れないこと。お腹を引っ込める意識です。では、一緒に行きましょう。お疲れ様でした。どうでしたか？たったの10回。結構効きますよね。でね、腰がやっぱり浮いちゃう人っていうのは、ドローインができてないので、ドローインをね、しっかり身につけてください。それを身につけることによって、こういった腹筋、デッドバグとか、お腹を引っ込めるプランクとか、そういったね、エクササイズにすごくね、お腹を引っ込める意識が持っていけますんで、ただ単に腹筋やプランクをしてもですね、お腹を引っ込める力つきませんから、なのでね、しっかり今回みたいなエクササイズを行いながら、ドローイン、腰をつけてお腹を引っ込める意識をしてからやってもらえたらと思います。今日はね、簡単なたったの10回という動画でしたけども、まあ、意外ときつかったと思います。頑張った方はね、コメントやグッドボタン、よかったらね、SNS などにシェアもしてもらえるとありがたいと思います。チャンネル登録してない方はね、ぜひ登録よろしくお願いします。皆さん今日もご視聴ありがとうございました。